西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやった。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。ファーストが落下点に入ります。バッターは2番に入っているケタジーニ有原。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは有原、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。持ってきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番大山、ツーアウトランナーありません。打ちました、伸びていく、どうだ、はい、は何で来るか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。落ちる球で来ました。流しました、レフト前ヒット。2アウトランナー1塁、打席には5番バッター野村。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、これが2球目、2球目打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからバファローズが守備につきます。バッターはイチロー。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。2球目も決まります。3球目打ちました、一塁線落ちてフェア、一塁蹴って二塁に向かう先頭バッター。さあそして打席には丸が入ります。さあ一打同点のチャンス。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですよね。初球打ち、飛距離はありますが守備範囲、セカンドランナータッチアップ、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそしてバッターボックスには大谷が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。これは切りました、ファウルボール。これが3球目、今度も同じボールを持ってきました。これはね、バッターがよく我慢しましたよ。バッターよく見ました、際どいコース、ボールで打った、抑えた、一塁へ。初球はボールになりました。ボールになります、ボール先行です。さあ3球目は何か。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。いや、初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました、ファウルになります。これゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー1塁、バッターは6番坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあまず1球目、いいところへ決めてきます、ストライクです。次が2球目、インサイド落ちました、切れていきます、ファウル。サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。ついに最終回を迎えました。追いかけるバファローズの攻撃、打席には6番バッター牧原。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。バッターは7番に入っている太田。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。
ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。8番バッターはキャッチャー森。ツーアウトになっています。この回の有原たった2球でツーアウトにしています。引っ張った亀井。